どうもロチュー TV です。本日はですねゲーミングディスプレイの紹介をしていきたいと思います。でですね、今回机の上片付けました。めっちゃ綺麗になってる。ということでこちら、はい、こちら、はい、今回紹介するモニターは研究者のゾーイ XL2456、 こちらのモニターになります。ここにねモニターフォア e スポーツって書いてるようにね、このモニター結構あのね PUBG とかいろんなその FPS の大会でも採用されてて、そのね世界大会とかでも使用されてるモデルなんで、めちゃくちゃすごい機能も満載なんですけども、まあとりあえずね開封しながら説明していきましょう。でかいんだ。でもまあねこういうね、おーすごい。いや俺もねゲーミングモニターを昔初めて買った時ね、まあ、勉強のやつ買ったんだけど、マジでかくねえかってなった。あのその時初めてやっぱり、その時はねなんかね 120Hz とかでもすごい時代だったから、やっぱ BenQ すげえな、リフレッシュレートが 120Hz も出るんだみたいな感じで昔も買って、すげえでかい箱が家にあったの覚えてます。でとりあえずねまずは開けるとこういう感じで、これがねあの台座ですね、台座で、あとは説明書、保証書、ドライバー CD が入ってます。でこれがあの立てるやつで、ここに合体させてこうモニターをつけるやつなんですけど、まあ自分ちょっとモニターム使ってるんでここら辺はしまっときます。まあこういう風にね、あの台座です。これなんかこういう風にさ、モニターの箱開けてるとさ、なんかあのランパーティーで C4 ランっていうのがあるんだけど、その時にも思い出すね。その時はなんかねすげえ数のモニターをこうランパーティーっていうの会場に何百台っていうモニターをね組み立てていくんだよ。その時は設営のボランティアみたいので行って、設営スタッフみたくなってたんで、その設営の時にはこのモニターをねもう何百台と組み立てる、まあ、何十台以上組み立てる作業みたいのをねやったりして、あと養生テープとか貼ったりしてね、何台あるか間違わないように番号書いたりするんだよね。そういうのやってました。すげえ懐かしい。であと入ってるものとしてはこれですね。これはなんかこのモニターの横にこうつけてこう集中する、まあこれいわゆるあのラーメン屋の一覧システム、勉強部屋みたいなね集中できるようにつける羽。なんかこれは S スイッチって言って、あのモニターの画質とかの設定とか画面の明るさの設定とかをこうピッピッピッってワンタッチで変えられたりするスイッチです。まああとはケーブル類、あと電源コード、こういうのも入ってます。でまあ開けちゃいましょう早速。これやべえよ、これやべえよ、これやばいから行くぜ。ほっ、よいしょ、はい出ました。これ大変なんだよ。行くぜ、オープン。はい、ということでこの新品の電球モニター、ゾーイ XL2456来ました。いやこれはねテンション上がるよ。俺あんまりさテンション上がってるように見えないかもしれないけどさ、もうなんかすげえね、最初に買ったそのゲーム PC ゲーム用に買ったモニター思い出す。マジででかいんだ。ちょっと待ってね、セッティングしましょう。カメラ近いからでかさが分かんねえかもしれないけど、でかいんだこれが。よしで、最初のこのね、片付けてたとこに戻るわけよ。こう片付けましたんで。で、これモニターアームっていうのがあって、まあモニターアーム自分が使ってるんですけど、そこにセッティングしていきます。で、セッティング、まあモニターアーム使う場合は簡単で、このネジ止めですね。ここにネジあるんで、これを外して、このモニターアームのとこのネジにつける。まあ、ネジなくさないようにね。よし、ついた。ほい。こんな感じっすね。これもつけるか。でこれはここのなんかちょっとした穴があるんだけど、ここにはめていく。カメラ見えねえかな。よし完成。ということでモニターの方の機能を見ていきましょう。はい、ということでね、セッティングが完了してこう画面がね映るようになりました。でちょっとねここからスペック紹介していきたいんですけど、まずねこのモニターは 24.5 インチのフル HD の解像度、 1920×1080 の解像度があります。でこのね液晶のパネルのリフレッシュレートっていうのがあって、それがね 240Hz のリフレッシュレートがあります。でこれなんでまずこの画面をカメラで映してるかっていうのをご説明するんだけど、まずねこのモニター買ってつけた時に一番最初にやってほしいことがあります。
まず買ったらね、こうね、まずやってほしいのがこの、まあ、Windows の場合画面を右クリックして、このディスプレイ設定っていうのがあるんだよ。ちょっとズームするね。このディスプレイ設定っていうのがあるんですよ。で、ここでですね、このディスプレイの詳細設定っていうところをクリックしてください。で、そうするとここにね、今ね、つけてるモニター表示されます。まあ、さっき言った解像度とかね、1920×1080。なんですけど、このリフレッシュレートが最初繋いだ時60とかになってる時もあります。だからなんかすげえゲーミングモニターを買ったぜみたいな感じで最初プレイしてても、ここが変わってないとね、60Hz のまんまなんで、ここをまず買ったらすぐに変えてください。で、変え方がさっきのね、右クリックしてディスプレイして詳細して、このね、プロパティを表示して、で、モニターのタブを開いて、ここにね、リフレッシュレート設定があるんで。で、ここで今回は 240Hz 対応してるんで、ここでね、適用をして、これでね 240Hz になりました。ちょっとこれ見える？この時点で 240Hz 出てるのが分かるんだけど、このねカメラで見てもこうマウスがちょっとさ滑らかじゃん。で、例えばだけどさっきのプロパティをこれね 60Hz に戻すとするじゃん。 60Hz だとこんくらいすごいさ、まあなんか飛んで見えない、飛んでカーソルがこのやっぱりね、描画の枚数が少なくなるんでカーソルが飛んで見えるんですよ。で、またね240に戻すと、ここ240、ほら滑らかでしょ。これがね FPS ゲームとか、まあ、そういう反応速度がいるゲームに非常に役立つということです。あとはね他にもいい機能があって、で、ここからはねゲーム画面を見ながら説明していきます。ちなみに BenQ のモニターは、まあ、その 120Hz の9年前から使ってるのと、今回のモニターも結構使用期間長いです。で、機能紹介なんですけど、まず一つ目がですね、ダイヤック機能というね BenQ 独自の機能がこのモニターには搭載されています。まあ、この機能は簡単に言うと、コマとコマの間に真っ黒なね画像を挿入することで映像の残像感が減って、素早い動きのとこでも映像が見やすくなって、 FPS で言うと、まあ、素早い動きのねエイムがしやすくなるという機能が搭載されています。ちょっとゲーム実況と機能紹介を混ぜていく。まず列車に降りるか。列車はマジボディシールドとか熱いからな。いる、シールド取るんじゃねえ、待てこら、オゲ、このシールド俺のものだぜ、いただくぜ。紫シールド、敵いるな、これを使え。いや、足音多いな。あ、守れ、やっぱ近い、ワンノック。銃声と足音がめっちゃ多い。オゲ、踏んで、いや、めっちゃいるな、超銃声する。シールドもらって、すげえ足音すんぞ、銃声もめっちゃ多い。どこだ、やべ、なんだこの箱の数、やべ、てかこれめっちゃ囲まれてるぞ。蘇生もしに行きたいけども、いや、すげえ音してる、どこだ、下やったね、武器もらって、ちょっと蘇生しに行くか、待ってろ、蘇生中にちょっと話しましょう。で、最初の 240Hz 出るってこともこのモニターの利点なんですけど、こっからはねプレステ4でも FPS で有利になる機能を紹介していきます。で、もう一つの機能がですね、暗部の視認性を高めるブラックイコライザー機能というものがねついています。これはね、先ほどの室内の戦いとかで、なんか暗くてね、敵が見えない時とかありますよね。
その時に黒い部分だけを集中的に明るくしてくれる機能で、まあ、このディスプレイについてるねブラックイコライザー機能を使うことによって暗いとこも見やすくなるという機能があります。いや、やばかったな。キャピトルシティ敵の数やばすぎた。よく生き残った。うわ、受精してるぞ。蘇生で来たんじゃない？チップ見て。しかもやり合ってたかな。おっと、やってる。ちょっと待て。乗れんかった。いや、多いよな。OK。もういる。やばすぎ。やり合ってんな。やべえことになってる。下いるな。いや、さらにあれってる。3パーティーいたのか。1パーティー消えた。ポータルしてる。なんか味方を囲むボータルか。オッケー、ナイス。9キル、いけんぜ。ということでね、移動したんですけど、ここからですね、カラーバイブランスというこのモニターの機能を紹介します。この機能は画面の鮮やかさを調整して、背景と同化する敵を、まあ、色をね鮮やかにすることで見やすくする機能があります。他のゲームでいうと PUBG とかだと、まあ、草むらにグリースで伏せてる敵とかね、同化しちゃってわからない敵をね少しでも見やすくするというね機能になります。もうすぐ出る PUBG ライトでもこの機能を使って見せていきたいと思います。まあ、出た時にはね、ぜひとも生放送動画などご覧ください。いるね。残り4部隊ハテナになってるから、こっから結構慎重に行きたい。敵も上乗ろうとしてるね。あー、乗ってる乗ってる。敵の方が有利値だな。ブラッドハウンド、いいぞ。降りろ。 OK、 100ダメージ。よし、下ろした。1有利はでかい。危ない。 OK、 ワンダウン。よし、まだ4部隊ハテナだね。気絶だったんだよな。挟まれたくないな。下がらね、下がらね。下がれねえか。なんか挟まれそうで怖いな。魚振られが怖い。ちょっと待って。OK、 待ってろ。残り3部隊。マジか。ちょっと待て。ちょっと柱のスナイパーに撃たれないとこに来てくれ。あー、マジか。待って、ビーコン1あるから待ってろ。あれ取れねえ。うわ、切断か。残りソロになっちまった。これはさっきのクレーバーやばすぎるから逃げよう。ここまで逃げてきたけど、あと211なんだけど1見えてんだよね。いやー、撃たないでほしいな。一人だろう。待て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 、撃つか。二人の方とやり合ってくれ。待て待て、いるいるいる。あぶね。いえ、待て待て待て、二人と一人が撃つな撃つな撃つな。お前一人だろう。待て待て、ここでやり合うんだ。いや、3部隊だから勝ちて。
ねえな。一人同士でやり合ったらマジで終わるから。待ちな。上にいるんだよもう二人は。下が1。やり合ってほしいな。やりにいるよな。危ねえぞ。いや、やるしかねえか。いや、そうなんだよな。残り2人。いや、きついな、1。上じゃん。しかも2人。結果、回った。いやー、でも2人だしな。ジャンプしていってもちょっと微妙。ハンガーロール。行くしかねえか。登れ。でかい。一人やった。待って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 。オーケー。チャンピオン。ということで今回は FPS にも最適なモニターを紹介しました。まあこのようにね、Apex Legends でも使えますし、まあこのモデルね、PUBG Lite とかでも使っていけると思うんで、ぜひともね、概要欄に商品リンクがありますので、チェックしてみてください。ということで、のっちん TV でした。また次の動画、次の生配信でお会いしましょう。それでは、またな。バイバイ。So I said, no, 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 it was supposed to be my plan to kill. What did you do to me? I killed down no one to fear for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my plan to kill. What did you do?